赤いドレスを着た女性に鼻の下を伸ばしている男性と、それを嫌な表情で見つめている青い服の女性が写ったこちらの写真、これはディストラクティッドボーイフレンドというミームです。おそらくミームに詳しくない方でも一度は目にしたことがあるでしょう。ではこのミームおよびこの写真について皆さんはどれだけ知っていますか？今回の動画では前半ではディストラクティッドボーイフレンドというミームがいかにして生まれネット上で広まったのかを解説します。後半ではこのミームの元になった写真にまつわる興味深いエピソードを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ディストラクティッドボーイフレンドは2015年11月1日にアイストックに掲載されたストックフォトで、写真家のアントニオ・ギエムによって撮影されました。写真の説明文には、不誠実な男が彼女と一緒にいるのに他の女性を見ていると書かれています。この写真がネタ画像として初めて使用された例は、2017年1月にトルコのあるフェイスブックページが投稿したもので、フィル・コリンズがプロックと一緒にいるのにポップを見つめているという画像です。これはフィル・コリンズが所属しているジェネシスというバンドがプログレッシブロックからポップスに転向したことを示唆しています。その後インスタグラム、ツイッター、レディットなどの様々なプラットフォームでこのフォーマットを使用した投稿が次々と制作されました。これらの投稿では男性、彼女、他の女性に対して様々なコンセプトが割り当てられています。このように画像にテキストを追加し、他の何かのシンボルとしてラベル付けするミームはオブジェクトラベリングと呼ばれるスタイルです。青い服の女性は基本一般的なものや考慮すべきことを表し、赤いドレスの女性は男性にとってより魅力的でリスキーなものを表しています。例えばこの画像では右から自分の食事、自分、不健康な食べ物というラベルが付けられ、体に悪い食べ物が美味しそうに見えることを示しています。ディストラクティッドボーイフレンドはオブジェクトラベリングのミームが拡大し始めた時期に登場し、分かりやすいストーリー性と高い汎用性から2017年を代表するミームの一つとして当時様々なメディアが取り上げるほど人気になりました。そのおかげもあってか、2018年4月15日に行われたショーティーアワードというイベントでは、このミームがミームオブザイヤーに選ばれ、ソーシャルメディア上での優れた業績を称えられました。このストックフォトがミームとして人気になると、同じモデルの人たちが写っている別の写真がいくつか発見されました。2017年8月22日、あるタンブラーユーザーがハグやプロポーズをしている最中によそ見をしている男性の写真と、その男性に頭を抱えている女性の写真を投稿しました。このようなドロドロした状況だけではなく、普通に幸せなカップルとして写っている写真や3人で仲良く過ごしている写真も投稿されました。さらに2018年8月24日には、男性がフェードアウトし、女性同士が意気投合するパターンの写真もツイッターに投稿されています。このようにユーザーは写真をベースにして様々なストーリーを作成しました。他にも青い服を着た女性が驚いた表情をしているショックドガールフレンドと呼ばれる素材や、男女を逆転させたディストラクティッドガールフレンドと呼ばれる素材もユーザーによって発見されました。2018年9月、ニューヨークの博物館で行われたノーユアミームのイベントにて、このミームの拡大した画像を背景にして構造を再現した写真がツイッターに投稿され、たったの1日で24万以上のリツイートと140万以上のいいねを獲得しました。ちなみに写っている人たちは実際のミームのモデルではなく、ポッドキャスターやデータサイエンティストです。しかし写真が多くのユーザーに転載されたことで、彼らが本人だという誤った情報が広まってしまいました。2022年の12月にはこの写真が撮影された場所がインスタグラムに投稿され、約53万いいねを獲得するなど、このミームの影響は現在も続いているようです。ディストラクティッドボーイフレンドはその人気から様々なパロディが生まれました。例えば2018年1月にミッションインポッシブルフォールアウトのシーンの写真がツイッターに投稿されると、ユーザーの中で構図が似ていると感じた人が赤いドレスの女性をヘンリー・カビルに置き換えたコラ画像を作りました。同年7月にはサンディエゴで開催されたコミコンに参加したスターウォーズのレイヤ姫とハンソロのコスプレをした人たちがディストラクティッドボーイフレンドを再現した写真を投稿しました。またこのミームと似た画像が話題になるケースもあります。2018年7月、ケープタウンで友達の写真を撮影中にたまたまカップルが写り込んでしまったツイートが16万リツイートと46万いいねを獲得するほどバズりました。2019年2月には俳優のジャック・ブラックが投稿した動画で通行人とすれ違った瞬間がミームに似ていると注目されました。このシーンは動画の中でリプレイ回数が最も多い部分になっています。さらに画家のジョシュア・レイノルズが1761年に描いた絵画が18世紀版のディストラクティッドボーイフレンドを見つけたという文章とともにツイートされ、わずか1日で 3.4 万リツイートと11万いいねを獲得しました。この絵画は俳優のデイビッド・ギャリックが悲劇と悲劇の間で板挟みになっている様子が描かれており、ギャリックを引っ張る女性が悲劇を、青い服を着た女性が悲劇を象徴しています。まさしくディストラクティッドボーイフレンドと同じようなシチュエーションです。
最後にディストラクティッドボーイフレンドの元になった写真の裏側について解説します。2018年8月、複数のニュースサイトが写真を撮影したアントニオ・ギエム氏にインタビューを行った記事を掲載しました。記事によればギエム氏は日常的にストックフォト用の写真を撮影しており、人々が大げさなリアクションを撮る姿をカメラに写していました。しかし2015年の半ばになると、彼は自分のスタイルを変えたいと思い、浮気という概念をユーモアのある方法で表現しようと考えました。そこで彼は一緒に仕事をしていた3人のモデルと一緒にスペインのジローナに向かい、そこで3人が登場する多くの写真を撮影しました。その中の1枚が後にディストラクティッドボーイフレンドとして有名になる写真だったのです。2017年にディストラクティッドボーイフレンドがミームとして広まった際、ギエム氏は2年前に撮影した写真が爆発的に人気になったことが予想外だったと述べています。彼は写真のモデルたちから自分らがミームの素材として使われていることを知るまで、ミームという言葉が何かすら知りませんでした。写真のモデルになった3人の中で赤いドレスを着た女性は、ギエム氏がインタビューを受けた時点から約1年前に彼の仕事から離れたため、現在の状況は不明です。しかし青い服を着た女性であるローラとよそ見をしている男性のマリオはミームについてインタビューに応じました。写真の撮影についてローラ氏は、撮影場所の周辺にいた人々が立ち止まって自分たちを見て笑っていたので、真剣な表情を保つのが難しかったと述べました。一方マリオ氏はおバカな表情をしなければならなかったため、最初は少し恥ずかしがっていましたが、最終的には普段通りの仕事ができたと述べました。ローラ氏とマリオ氏が写った写真には、先ほどお見せしたような恋愛関係がもつれたギスギスした空気が漂うものもありました。しかし実際にはモデルたちは仲が良く、仕事の雰囲気も良かったようです。彼らは仕事に集中しているため、ネットにあるミームは少ししか見ていませんが、ミームを見かけた時は奇妙だと思い少し驚きつつも、ユーザーたちの想像力に感心したと述べています。ミームの高い認知度にもかかわらず、意外にも道行く人に認識されることは少なく、せいぜい友達にこの人似てないと尋ねられる程度なんだそうです。彼らは現在もストックフォトのモデルとして活動しており、これまでにフランスの衣料品会社の広告などで彼らが登場する写真が使用されたことがあります。ということで今回はおそらくネット上で最も有名なストックフォトとなったディストラクティッドボーイフレンドというミームについて解説しました。まとめると、このミームは2015年11月に掲載された写真から始まり、2017年からそれぞれの人物にテキストを追加しラベリングするミームとして様々な派生が生まれていきました。昨今数多くのミームが生まれては姿を消していく中で、現在もネット上で愛され生き残り続けているのはかなり珍しい例ではないでしょうか。写真の裏側に関するエピソードも興味深いものだったと思います。この動画を通してミームの魅力がさらに深まってくれれば幸いです。皆さんは今回のトピックについてどう思いましたか？この写真にはあんな背景があったなんて知らなかった、次はこのミームのことについて詳しく知りたいなど、意見や感想があればぜひコメント欄にお書きください。このチャンネルではミームを筆頭に海外のネット文化について解説しています。動画が面白かった、ためになったという人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 Twitter と TikTok もやっているので、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。